真っ暗になっちゃった。さっきまで数分前までね、まだちょっと明るかったんですけどね、まだ空の向こう側が若干ぼやって明るいけど、 GoPro じゃもう真っ暗だろうな。ということで、どうもこんにちは、こんばんは、マルボールでーす。今日は、9月の17日日曜日ですね。ということで、今日は YBR に、YBR125 に乗っております。お久しぶりですね。いや、このエンジン音がね、いいですね、かわいいですね。125のトコトコ感がね。ということで、今日はね、この125でお散歩ですね。お散歩ということで、一応ナビはね設定してるんですけど、まあ適当に走っていこうかなと思います。もう暗くなっちゃったんですけどね。まあ最近ツーリングというとね、まあ大型乗って、まあ結構気持ちよく走れる道を求めてね行くことが多かったので、いいよ。頑張れ125。ということで、そう、気持ちいい道を求めてね、回送路を求めてツーリングに行くことが多かったので、なかなか街中をこうのんびりね流すことがなかったので、まあ今日はこう雑談、まあ久々にこうゆっくり元ブログしながらねお散歩しようかなと思って今走っております。ということで、あっという間に9月に入りまして、もう半分以上過ぎたと。でもね、9月も中旬ということで、ただ気温はね、まだまだ夏ですね。全然秋って感じじゃないですね。うん。なので、なかなか日中は外に出ようと思わないんですが、さすがにこの時間になるとだいぶ涼しいですね、風もね。で、最近はですね、そう、もうずっと、在宅勤務、もう1、2ヶ月ずっと在宅勤務で会社行ってなかったんですけど、先週は金曜日会社に久しぶりに出社したりとかですね、あとは、まあ、YouTube 上だとライブ配信を毎日今やってて、まあ、毎日1日1時間自己研鑽ということで、今英語の勉強をね、英単語の勉強をしてるんですけど、まあ、そういう感じでちょっと今活動的にちょっとやる気が溜まってるのでね、頑張っている、ここ数日です。はい、ちょっと長く続けていきたいなと思っているんですが、バイクの方はですね、この間木曜日の夜に、今ロードセルの、ナギさんがですね関東に遊び来てるということで、701に乗って大黒パーキングエリアに行ってちょっとね話してたりしたんですが、動画はボツになりましたね。ちょっと701はねカスタムもしてるので、それもお見せでしたいのでね、ちょっとまた夜じゃなくてもいいんですけど、まあ、平日仕事があるので、平日仕事終わった後、まあ、ナイトツーリングでもまたしようかなと思ってるので、お楽しみにしていただければなと思います。まあ、ナビはここ右になってましたが、まあ、今日はゆっくりということで適当に流したいのでね、ナビはあえて無視していきます。はい、さすがに次は曲がるかと思ったけど、交通量がね多いですね。まあ、今日3連休の中日ということで、明日月曜日はね敬老の日かな、敬老の日で祝日なんですよね。まあ、ただ僕はちょっと仕事が自動車業界で、いわゆるトヨタカレンダーですね、なので月曜日祝日なんですが仕事ですね、関係なく。なので、まあ今日こんな時間ですけどね、走っております。というのもね、昨日今日とね、お昼に起きてっていう感じでですね。まあこれサラリーマンあるあるだと思うんですけど、休みの日ね、どうしても昼まで、ぐっすり寝てしまうという、昼まで寝てしまうというよりは、夜更かししちゃうっていう、まあこれはまだ僕が若いだけなのかもしれないですけどね。この自分の生活リズムもね、こう結構波があるんですけど、結構ずれるんですよね。こう夜行性の期間が結構あったりとかね、こう波があってですね、今ここ最近ずっとその夜起きちゃう生活なんですよね。まあなんで日中の仕事が辛いんですけど、眠たくて。そう、それでね、明け方まで起きてて、朝から寝て昼まで寝てるみたいな、ね、感じで、で昨日も今日もそんな感じだったんですけど、昨日はそんな感じで昼まで寝て、で昼起きて、学生の時の、ね、先輩方と任天堂スイッチのスプラトゥーンですね、
そう、スプラトゥーン、こう右に行っとこう。はい、あれをね4人フルパで遊んでました。学校の時の先輩方なんで、九州、東海、関東とねみんなバラバラなんですけど、ネット上でね、通話もしながら遊べるということでまあの、ま、結構毎月月1ぐらいの頻度かな今のところ。うん、もうちょっと遊びたいなっていう感じもあるんですけど、まあ、月1ぐらいでそんな感じで遊んでてね、非常に楽しかったんですけど、めっちゃ勝ったな。うん、で今日は、昼に起きてで一人で遊んでて、任天堂スイッチでやっぱ家でゲームしてるの楽しいなそう、なんか学生の時はねあんまゲームしなかったんですよ。というのもなんかゲームってこうなんですかね、情報が変わるだけで何もこう物が生み出されないというかねなんかそういう考えでなんかゲームなんかやっても無駄だなって思ってたんであんまり楽しめなかったんですけど、最近はですねまた小学生の時の気持ちを思い出して、小学生の時ねあのポケモンとかやってたんで RPG 好きなんですよね。それで最近はまあそのスプラトゥーンとか、最近始めたのはあのポケモン不思議のダンジョンですね不思議のダンジョン DX っていうのは、まあ、もうかなり昔に発売されたゲームですけど、スイッチでも販売されてて、それをねあの買って今やってます、うん、面白いな、うん、って感じで、ね、やっぱゲーム楽しいですね。でそんなこんなしてたら夕方になって、いやちょっとさすがにバイク乗りたいなと、うん、多趣味人間辛いんですけどね、そうやりたいことが山積みでですねそうゲームしてたら夕方になっちゃったんで、まあちょっともう一瞬で暗くなりそうだけど、明るいうちに乗っとこうと思ったらすぐ暗くなっちゃいました。はい、っていう感じで今に至りますね。まああるあるだと思います、サラリーマンね昼まで寝て一瞬で休みが終わるっていうね。なんで明日から僕はまた仕事なのでね、3連休ではないのでまた1週間頑張りたいなと思いますけれども、いやでも本当夜は快適でいいですね、涼しくて。ちょっと、まあ、3連休ってこともあるのか、まあ、日曜日の夜だからなのか、ちょっと車も多いですけどね、今時間は6時半ですね。6時半だからまあこんなもんかな、うん、これレッドバロンですね。今日はですね、まあ、こうやって雑談しながらどこに向かってるかというとですね、イオンモールかな、うん、あんまりショッピングをねに行くことがないので独り身だしね、彼女とかいたらショッピングとかね行きたいなって思うんですけど、結構僕荷物持つとかね、買い物ついていくの好きなのでね彼女いたらいいなと思うんですけど、独り身なんでなかなか自分でこう買い物に行くこともなくてですね、普段のスーパーぐらいしかもう行くことないので、今日はちょっとフラッと、せっかくの休みなのでね、ちょっとイオンモールとか行ってみようかなっていうことで、イオンモールにちょっと行ってみたいと思います。でイオンリカーっていう酒屋さんがあるんですよね、まあ、そこまあそこをちょっと見てみたいなっていうのが一番なんですけど、はい、ちょっとなんかイオンリカーというかイオングループ限定で流通してるお酒とかもあるので、ちょっとその辺があったらいいなーって思いつつね今行ってるんですけど、最近はですねなんか何があったかな、まあ、バイクもいろいろ出てるな、そういえば、あそうだ、トレーサー 9GT プラスですね、ACC アダプティブクルーズコントロールのついたねヤマハのバイクが出たりとかして、あれ非常にいいなと思っているんですがね、まあ、まあまあしばらくはちょっとバイク買い替えるお金もないし、買い足すお金もないし、まあ、なんならちょっと次は車欲しいなって思っているところなのでね、ちょっとバイクは我慢してるんですけど、まあでもヤマハがね ACC ついに発売ということで、まあ多分ゆくゆくはね内見とかにも追加されるんじゃないかなと思うんですよね。同じエンジンだし多分乗せることはそう難しくないと思うので、僕はそれを楽しみにしてるんですけどね、内見に ACC っていうのがねなんかいいなと思うんですが、まあ、牛の肥やしの匂いがする、この辺なんかあるのかな、牛の肥やしの匂いがします、久々嗅いだなこの匂い、うん、バイクはそんな感じですかね。なんか他にもなんかいっぱいいろいろバイクのニュースはあると思いますが、あんまりそんな感じでですね、バイクを新たに欲しい欲が最近あんまりなくてですね、あんまり、気にして見てないですね、見てない、気にして見てないので頭にも残ってないんですが、あとはガジェット系ですかね、
まあ、iPhone 発売されたりとかですね、まあ、僕は iPhone、まあ、Apple のねガジェット使ってないので、あ USB-C にようやくなったんだなぐらいの印象しかないんですけど、はい、あと同じガジェットで言えば 今も使ってる GoPro ですね。 GoPro の、新型出ましたね。もう型番が何番なのかも分かってないですが、僕はもう今これヒーローないかな、もう自分の使ってる GoPro の品番さえ忘れましたが、GoPro ヒーロー9だったと思うんですけどね、はい、を使ってるんですが、まあ、正直ね使いこなせてないてか、まあ十分これで十分感はあるんですよね正直ね、うん、特に何の不満もないので、僕みたいな多趣味な人間はね、その同じ何役割のものを複数買えないんですよね金銭的にね。あのガジェット YouTuber だったら、まあ、新型が出るたびにね毎年更新して買ってっていうお金の余裕があるかもしれませんが、まあ、他にも例えばバイク系 YouTuber、 バイクオンリーの YouTuber だったら、まあ、バイクね買い替えたりとかアパレルとかね買ったりとか、そういうのにだんだんお金を使えるのかもしれませんが、僕は何せ多趣味でですねもちろんあの YouTube ライブとか見てもらってたら分かると思うんですけど、まあ、バイクは、まあ、まあ一番のメインですけど、バイクに、まあ、そういうガジェット系に、最近は音楽もねまた再ハマりしまして、ギターとかね、あと自分で音楽作りたくなって最近ちょっと DTM もね、やり始めたところでですね、そういろんなまたチャレンジをしようかなっていうところで、あとはですね裁縫、刺繍とかですねとにかくね多趣味で、あのお金の出ていく範囲が広いんですよ。だからもうどの分野も最低限で収めないと、自分の欲を満たせないというねっていう感じになってるので、なかなかこう最新ガジェットを集めるということができないんですけれども、まあそれはそれでね、あの自分に何が一番必要なのかっていうのをこう考えながら絞っていくということで、まあ、そういう感じで僕は人生を楽しんでいこうと今やっております。はい、ちょっと刺繍もねちょっと最近進捗が出てないのでやりたいな、うん、と思います。はい、今ねこの YBR の刺繍をねしてるとこなんですよね。もうあれもう何ヶ月前からやってるか分かりませんが刺繍もね結構時間かかるんですよね、うん、ただなんだクラシック音楽聴きながらゆっくりこう針を通していくのがね結構優雅な気分になってね好きなんですよねあとはまあその趣味の中で言うと音楽か、最近はギターの練習をね毎日やっていて、ね、お酒片手にねこうギターの練習をやるみたいなねそういうのを楽しんでおります。そういう趣味を今楽しんでおりますけれども、まあ週末はねこうやってバイクに乗るということで、いやーまあ、多趣味は大変ですけど楽しいですよまあだから YouTube のねチャンネル登録者を伸ばそうとか、そういう感じでいくとですね、まあもちろん、チャンネルのコンテンツを絞るのが一番だと思うんですが、僕みたいに多趣味だとですね一つに絞ると、そのチャンネルの更新頻度が極端に下がり、だからといって今の僕みたいにね一本のチャンネルでいろんな動画上げるとチャンネル登録者が増えないっていうなかなかのジレンマに陥ってるんですが、まあしょうがない、これはもう僕の人生だということでね、僕はもう後者を選んでやっておりますのでね、あのまあ僕のバイク動画が好きだっていう人は、まあ、あのチャンネル登録した上で、バイク動画だけ見てもらえればそれでいいのでね今後ともどうぞ応援のほどよろしくお願いします。はい、で今日はですね、まあ、さっきも言った通り、もうこれはもう完全に趣味の一つとなっているお酒をね見に行きたいなというところでですね、多趣味ですね本当に。いやでもいいですね、久しぶりにこう街中をのんびり流しながら話すということで、いっぱい喋ったなここまで喋り続けたな、ほとんどカットもしてないような気がするなこれ動画に出すとき、まあ、僕は多分、噛んだりとかしてるところを飛ばすぐらいで本当に喋り続けてるわ。うん、大型乗ってねこう回送路行くとねこんな脳死で喋り続ける余裕なんてないので、走るのに集中しててね、だからやっぱこうやってこう喋りたいことをバーって喋る時間大事だな。うん、やっぱ最近その通勤すらしてないのでね、通勤も電車だしその通勤すらしてないので、あの昔やってた丸ライド通勤ライドの元ブログがねできないので本当に寂しいんですけどね、やっぱそれあれ良かったなと思いますね今でもね、通勤の丸ライドね元ブログ
あの時間またちょっといずれやりたいですね。うん、まあその代わり今はさっきも言った通りライブ配信でね、1日1時間自己研鑽ということで、なんか英語の勉強しながらそういうなんか雑談挟んだりとかしてるので、よかったらお付き合いいただけると嬉しいなと思います。ということで、もうすぐ着くかな。いやでも YBR いいですね、調子いいですね。うん、やっぱあのエンジンかけた直後はね、こう発進がね、なかなかトルクが出ないですよね、なんかね、温まってないからかね。うん、なんですけど、こうやってしばらく乗ってると快調にスタートもできるようになるんですよね。ほらこんな感じで。いいね。いいよ、このね、この加速感がいいんですよね、やっぱ短気筒の125ね。楽しい。やっぱね、大型持っててもこの125が乗りたくなるし、125にしかない楽しみ方、乗り方あるのでね。まあもう今年も秋になり始めてですね、来年からバイク乗りたいなと思ってですね、今年許を取り始める方もいらっしゃるかもしれませんが、ぜひ最初125、これからねヤマハの125もねラインナップが増えてですね、 XSR125 とかも国内流通すると思うのでね、その辺も視野に入れていただけるといいんじゃないかなと思います。さあこの辺あんまりねバイクで来たことないので道が分かんないので、もう完全に Google 任せで行きたいと思います。はい、無事行けるのか、っていうか駐輪場あんのかな。さすがにあるよね、イオンモールぐらいでかい商業施設だったらバイクの駐輪場ぐらいね。いいね、カスタム自体はね全然してなくて、多分 GoPro じゃもう真っ暗で映ってないな、何も何も映ってないな。ということでですね、このまま直進で着きそうですね。ぜひ高評価とチャンネル登録も今のうちにしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。最悪、撮れてる。はい、ということで無事ね、あのバイク駐輪場、バイク置き場ねあったんで、さっき、あの後入ってきたんですけど、ちょうどね、バイク駐輪場入るところであの GoPro バグって、止まっててですね、さっきここでこうやってバイク YBR やっぱかっこいいなーっていう話をして GoPro 切ったら、ファイル壊れてて、ファイル復旧中ってね GoPro が表示されて、あこれ終わったって思ったんですけど、無事さっきのね、はい、駐輪場に入ってくる手前まではあの動画生きてたのでね、今ここで撮り直してるんですけど、はい、ということで無事ね駐輪場に置いて、これからちょっとショッピング、久々のショッピング、行ってみたいと思います。ということでやっぱ YBR いいですね、非常に楽しかったです。何よりかっこいいね。うん、ということでこのミラーとかも前から言った通り、早く棚靴とかの普通の黒いミラー、シルバーじゃなくて黒いミラーに変えたりとかしたいんですけどね。はい、ということでまた YBR 乗って、今度はツーリングとかも行こうかな、行きたいなと思うのでね、 YBR×マルボーロの動画もまたお楽しみにしていただいて、また次またマルボーロのバイク動画でお会いできればなと思います。ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。以上マルボーロでした。バイバーイ。